きます。おはようございます。三重郡高校吹奏楽部部長の栗川穂乃香です。本日は野球部の皆さんの前で演奏させていただく機会をくださり本当にありがとうございます。私たちは今日のために毎日一生懸命練習を重ねてきました。野球部の皆さんの前で演奏できることを本当に嬉しく幸せに誇りに感じています。また今日は私たち吹奏楽部にとっても1、2、3年生の全員で演奏することができる大変貴重な機会です。そして何より今日は野球部の皆さんの背中を押す力に少しでもなれるよう全力で演奏いたします。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは吹奏楽部の皆さんよろしくお願いします。
そして顧問の松口和義先生、井本淳先生、竹内真理子先生、ご対応の中ありがとうございました。これからも新潟県の高校野球にご協力をお願いいたします。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。明訓高校吹奏楽部による高校野球激励演奏会を終了いたします。保護者の皆様、選手の皆様、ご協力ありがとうございました。司会は新潟明訓高校野球部マネージャー石渡真乃が務めました。ありがとうございました。これより記念撮影を行います。選手は先生方の指示に従い集まってください。